あっという間にもう1月も過ぎ去っていきまし、いきましたね。ね、早いですうん、ね。なんか教員のしてる時、学校でも一番この1月2月3月が忙しくて、この1年4月に入学の学校って3月が終わりでしょ。そうですだね。からその学期末の学年末のまとめの勉強もクラスもまとめのこともあるし、それから受験があったり、それと教師は教員はまた例えばマナちゃんがいたらね、クラスの生徒だったとしたら、マナちゃんの指導要領って言って、勉強すべてね、勉強のこととか教科のここを頑張ってますとか、そこが得意ですとかね、そういうなるべくいいことを残すんですけど、それとで部活はこんなことして頑張りましたよとか、でそういうクラスでこういう役員をして頑張りましたとか、そういうのを残すのを作るんですよ。へえ、一人一そう、人ですか？一人一人、これはなんか12年変わってなければ12年保存ってなってるんですけど、とても大切なものなので、それを作るっていうこともあって、だからもう本当に私たちはよくもう1月は行ってしまう、2月は逃げてしまう、3月は去ってしまうって言って もう一番忙しい時期っていうことああ、でそっね、か。もう本当にあっという間に過ぎていく。まなちゃんも1月どうでしたか？ね、でも1月はやっぱお正月休み明けてなので、なんか、あれ、お正月休み何したっけみたいな、結構遠い話のような感じがしますね。そうだね。なんかいろんなことが社会も起こるしね、あっという間に過ぎてだからね、ね。今年もあっという間に過ぎていくのかなと思ったら、ちょっと、ね、やりたいことをやらなきゃみたいな思いますね。本当だよね。で、能登の地震みたいに本当に家族がお正月で帰ってきた時にね、確かに。もうそういう家族が集まるってとっても楽しいことだよね。そう、私もたまたま親戚でおばあちゃんちの集まって、そうそう、そとれが旦那楽ししいてでるしょ。時だったので、おばあちゃんにとってもそれが最高に、楽しいのかそう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 、私の母が88の10日かな、85おお、すだっごた、い。そう、親の頃に「お母さんは何が欲しいの？」って聞いたら、私たちなんかプレゼントしようと思ったら、みんなでお金合わせて、そしたら「ユンタクだよ」って言って、みんなとユンタクしたいって言うから、結局やんばる旅行を考えて、すごい、みんなでですか？みんなでって言ってもやっぱりみんなほら学校があったり、この孫たちはね、そういうので、来れるメンバーで。来れるメンバーで、だからもうこのなるべく本当にもういいかなと思ったけど、なるべく近くでやったらたくさん参加できるかなって言ってやんばるに泊まって。なかなかね、沖縄の人もやんばるまで行くってことないから、楽しいですよね。そしてね、思い出はちょうどその頃また辺野古の、反対の運動も始まってたので、ちょうどゲート前の方に、今まで入れたところにこの三角の尖ったなんていうのかな、三角山の人が入れないようにそれを置かれてきたわけ、羽の山、そのなんていうかな、三角のなんか海にあるやつですか？テトテトラロポッボットトでではななくい。て、本当に鉄でね、じゃあ人が入り込めないそうそうようなそ感じなんだ。うそうそうそう、それが置かれてて、だからそのそこでの反対集会してる時に、島袋文子おばあって言って、辺野古で生まれ育って、ずっとね、もう90も越してるけどとっても元気で座り込みしてるおばあちゃんがいて、ですそごのい。文子おばあちゃんと私のお母さんが意気投合して 一緒に座ってめちゃくちゃめちゃくちゃ喋って それも思い出で、あとそして大浦湾の、私大浦湾でカヌーを漕いで、すごい。大浦湾を守るために、辺野古ブルーっていうカヤック隊、シーカヤック隊の、チームがあって、その大浦湾に抗議船って言って平和丸とかいくつかあるんですけど、乗ることができるわけ、大浦湾見る。抗議行動もだけど、大浦湾がどんなところで、サンゴがこの辺にあるよとか、船長さんたちが案内してくれるので、お母さんに見せたいと思って、で
本土からもそのお母さんの孫たちも来てたので、うんうん、あの船にのその平和丸に乗るっていうふうになってて、はい、そしたらもうね、あのとてもびっくりしたのは、普通のこの、あの船なんだけど、小さな船だけど、その船に紅白幕、はい、うちのお母さんがそのお祝いって言ったから、はい、その、あの紅白幕を巡らして、船を準備して、そうだからの、なんかもうそれでうちの母もとっても感激して、うんうん、でそれに乗ってこう大浦湾ぐるっと回ってっていう形で、あのやったんですね。だからそれもとっても思い出で、だからあの旅ってあの日常生活が本当に大切なんだけど、日常の普段の生活ね、はい、だからあの 母が料理をしてくれたこととか、うん、そのおしゃべりしたこと、いろんなことも覚えてるけど、はい、特に旅って場所が違うから、うんうんうん、鮮烈に、はい、ね、記憶に生き生きと残ってて、だから、うんうん、とてもあの素敵な思い出となっています。まなちゃんも家族で旅行とかしたことありますか？でもやっぱりおばあちゃんがちょっとあの車椅子になっちゃって、うん、なかなかあのいろんなとこに行けなくなっちゃったんですけど、うん、その家族で、家族とか親戚は、うん、私の母の兄弟とかで、私のいとことかと一緒にもう十何名かな、でホテルにお正月泊まりに行って、うんうん、なんか楽しかった。なかなかね、私も本土に出てたりしたので、ちょっと帰ってきたタイミングで、うん、っていうのもあったので、ああでもとっても嬉しかったんです、ね、うん、だからあの車椅子でも、うん、あの旅行できるところもあるから、そう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 、ね、行けるところは行って、うんうんうん、あのやったらいいと思う、ね、楽しかった。父がの脳梗塞で倒れて、車椅子の時の、はい、もう車椅子だけど美味しいところ、うん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 、美味しいところを巡りで、ね、母と父を連れて一緒に、そうそうそう、そしてあの喫茶店とかレストランによっては、はい、本当に障害者に対して細やかに、うんうん、あの入れるように入りやすくとか、ね、あの気をいろいろ配ってくださる、はい、あのところもあるので、ね、うん、なんかそんな気負いせず、うん、なんか行きたいとこは連れて行けたらなって思いますね、うん、そうそうそう、うん、自分がこう美味しいからとか、そう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 、なんか素敵なとこだからっていうことで ね、うん、めっちゃ喜んでたから、やっぱりこういった集まるの、集まって話するって大切だなみたいな、そうそうそう、ね、本当にあのもう大切だと思います、うんうん、これがだからあのお父さんお母さんとかと、まあまだちゃんのお父さんお母さんまだお若いけど、おじいちゃんおばあちゃんとかもう70とか80とか90になったら、はい、いつ倒れるか分かんない、こんなったらね悲しいけど、でもやっぱりその年齢でやっぱり何が起こるか分からないから、はい、本当にあの日々の生活、日々もおしゃべりしたりとか、うんうんね、本当に日々をのその時間がかけ、もう本当にかけがえがないっていう風に思いますね、うん、なんかいつものこと、いつものことだから、うん、そうなかなか考えないですけど、そうそう、うん、だから私もあの母と父と暮らしてる時に本当にあの ごちそうを作って夕ご飯とか作ってくれることがもう当たり前になってて、ね、そう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 、だけど本当にその時間が最高だったなっていう、ありがたいですよね、うん、本当に。だからよくあの親孝行したい時に、はい、親はいないってよくね聞きますね、そうそう、とかそれに、あのお父さんお母さんがやっぱり天国にっていうか旅立ってから、はい、自分の近くにいなくなってから、その、うんうん、やっぱりお父さんお母さんの存在の大きさっていうか、うんうんうん、すごい知りましたね。ねえ、なんか、うん、確かに私もなんか一人暮らしした時に、結構6、7年一人暮らしをしてた時に親元を離れたんですけど、その時なんかやっぱり、あ、美味しいものがあったら共有したいなとか、うん、まあできるじゃないですか、今はいるから、うん、そう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 、だけど、まあ、死んじゃったらこれもできないのかみたいな、そうそうそう、ね、だから今できることをね、うん、やらないとですね、うん、確かに、あのリスナーの皆さん、あの今一緒に住んでるご家族の方や、まあ、遠くに離れてるかもしれないけど、そういう自分にとって大切な人
をいつも、はい、うーん、後でじゃなくて、うん、今できることをした方が本当にいいと思います、うんうん、はい、ということで、小倉湾が今とても今話したんですけど、本当に素敵なとこで、私はあの毎週土曜日、以前はあの学校で勤めてた時は土曜日の日は、はい、あの大浦湾に行って、うんうん、辺野古ブルーと一緒にあの大浦湾を守るための抗議活動をやるって決めてて、はい、早起きして行ってたんですけど、はい、本当にあの、ま、辺野古に行くまで高速乗ったり疲れるんですけど、大浦湾で漕ぐと、この綺麗な海の海で、はい、漕いでるとそのさあの亀が顔を出したり、トビウオがこうぴょんぴょん飛び跳ねたりとか、すごい、はい、で、あのサンゴを見たりすると、あの逆にパワーをもらえて、自然から、うん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 、帰るとき元気になって帰る、体は疲れてるけど、うん、気持ちがってことですか。そう、元気にパワーをもらっていました。だから今あの大浦湾の方も、はい、あの土砂を工事を始めてるっていうのが本当にショックで、なんでこんなことをするのかなっていうのが、だってこう200種余りの絶滅危惧種、はいはい、もう世界の中でこっちにしかいないっていう、あの大浦湾がすごい理想的な環境で、はい、生物にとって山からですよ、山からのすぐ、はい、山からの水、うん、川を通して流れてきて、このあんまり大きくないその湾の中で、はい、そして深くもあるので、うんうんうん、もうこっちにしか住めないっていう生物たちがいて、うん、今250だったか200何種かの絶滅危惧種がいるんですけど、あのそこにずっと潜って調査をしてる、はい、あの西平おじさんなんですけど、ずっと生まれ育ってその大浦の背丈のとこで育って、はい、で今はあの日本中 の、 あの海洋学者の皆さんとスナフキンっていうグループ作って、ずっとこう定期的に潜って、そしたら新種もいっぱいいるって。だけど例えばこの新種を見つけたとしても、うん、すぐ発表できないんだって。あ、そうなんだ、うん、それを論文を書いて、名前をつけて、で論文がこの提出して、それが認められたら初めて名前がついて、うん、あの世の中にお披露目するっていう。あ、じゃあ結構時間かかるんですね。だからそのこれから申請する生き物もいるのに、はい、うん、だからもう私西平さん最近会ってないんですけど、はい、多分本当に悲しいだろうなと思って、毎日大浦湾面したところに住んでるので、生まれて育って、はい、ずっとちっちゃい時からこの大浦湾と育って、うんうんうん、で今も眺めながらこの工事がね、あるっていうのもなんか本当に胸が痛いなと思います。そしてあの5300種以上の生物が住んでるんですね、はい、向こうに。だからあの吉川秀樹さんっていう友達が教授なんですけど、はい、あの彼が言うにはハワイの海が世界自然遺産になっていて、うんうんうん、7000種以上の生物が住んでるんですけど、このハワイオアフ島とかたくさん島があって、はい、 そうですね、その周り全部一帯なんですよ。だからすごい広いエリアで7000なんだけど、はい、オブラワンは小さいけど、うん、そこに5300種以上っていうところで、もう本当にあのよく沖縄の宝って言うけど、はい、沖縄だけじゃなくて、うん、日本の世界の宝になるような、はい、本当にあのそれに値するって吉川秀樹さんがおっしゃってますけど、はい、でジュゴンもね、うん、住んでて、だから今はどこに行ったか、でも時々あの餌が食べられてるので海草が、あ、なるほど、うん、じゃあいるかも、まだ、そうそうそう、うん、そういうところをなんか埋め立てて、うん、それを基地にするっていうこと自体がもう信じ、そのこと自体が信じられないし、うん、SDGs とかって言って、はい、自然を守ろうっていうことを各国が言ってる中で、うん、日本政府とアメリカ政府がやろうとしてるっていうのが信じられないのと、うん、あとマヨネーズ地盤って言って、とってもあのマヨネーズみたいに柔らかいところがあって、へー、だからもううちこの普通何かこう
建物建てる時打ち込みますよ、はいはいはい、その柱を、うんうんうん、それがもう本当に立たないから、そのことの技術も、はい、こんな技術はまだなくて、はい、だから不可能じゃないかって言ってる方が多くて、この専門家は、はいはいはい、この設計の建築家とかは、うんうんうん、だから結局たくさんの金を、うん、もう今当初よりも予算2000億だったかなっていうのがもう9000億ぐらいで、でかかるんじゃないかって、はい、でももうその軟弱地盤もあるので2兆円も越すんじゃないかって言われてて、うん、だから本当にこれをやめてほしいなと、もう今すぐに、うん、今すぐやめて、この生物を破壊したり、うん、生物を殺しちゃったり、大浦湾を破壊することをやめてほしいなと思います、うん、なんか自然って私たちのものでもないでしょ、なんか私たちは今のこの時生きてるけど、うん、またその死んでいくから次の世代世代に渡していくものじゃない、そうですよね、なくなっちゃう、壊しちゃうっていうのがあるので、うんうん、残していかないとっていうちょっと意識を持たないと、うんね、残せないですよね今の自然は、うん、だからね、そのあの今辺野古訴訟なども起こってるんですけど、あのデニーさんはだからその私たちが投票、うん、あの名護で1996年に、はい、あの名護の人が投票したんですね、その結構でも昔ですね、そうそう、あの1995年にあの12歳の女の子が3人の米兵にレイプされた事件があって、はい、うん、そのことでも沖縄中の人が怒って、うんうんうん、でも基地はもういらないんだということで、うんうん、それであの住民投票名護で1996年にあったんですけど、それでも辺野古の基地は反対っていう結果が出たんですね、うん、はいはいはい、でだけどそれをまた日本政府とアメリカ政府は諦めずにこうやってきたので、また2016年あ、はい、2019年でしたか、2019年、はい、あのまた県民投票、今度は沖縄県全体が投票したんだけど、うんうんうん、それでも 70% 以上の人が反対ということで、はいはいはい、うん、意思表示をしたのに、うん、それでも工事をやろうとする、結構ずっと昔からなんですね、そう、 そう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 、問題ってそうなの、ずっとだからもう最初はあの民中の人もみんな体を張って、はい、櫓をね、うん、小倉湾のところに櫓も作って、へえ、私はその戦いは参加してないんですけど、はい、櫓に24時間あずっといる状態、そう、みんなが交代していてずっとやったっていうことで、だからその時からずっと で、うん、また2019年の県民投票でも反対っていうのが出たので、はい、デニーさんとしては沖縄県民の声を聞いてほしいっていうことを、うんうん、あのずっと政府に行って話し合いをしようと言ってるんですけど、はい、話し合いに応じず、うん、そしてこの命令をしてきて、はいはいはい、この沖縄防衛局、このこのマヨネーズ地盤とかって設計を変えないと、設計そうできないってことで、そういうのを防衛局が出してきて、それでその県はそれはあの承認できないっていうことを言ってきたら、国が承認せよっていう形で、命令ですね、そうそうそう、それであのその問題もあって、それとあの地方自治法の問題もあって、はい、地方自治で、自治法で、うん、今も地方の沖縄県とか市とか、その地方の自治と国は同等、はい、対等であると、うんうんうん、その2000年 の、 あの地方自治法ができる前は、はい、あの国が上で、はい、国の命令に従うような、うんうん、そういう地方自治法が2000年に改定されて、はい、うんうん、こう対等の関係だよっていう、だから地方の自治は地方で決定できる、はいはいはい、自分たちでやっていける自己決定権、うん、それがすごいあの大切にされてる地方自治法を私たちは今持ってるわけです、うんうん、だけどその地方自治法が本当にこの素晴らしい精神を持った地方自治法、うん、2000年できたのが結局無視され壊されようとしているっていう状況でした、法律なのにね、うん、だからたくさんのあの弁護士さんや議員や
あの行政書士さんたち、たくさんのこの法律を知る方たちが、はい、あの反対っていうことで声も上げています。うん、今日の新聞にも議員さんたちが全国の反対の声を上げてますっていうのもありましたし、はい、だから本当にあのみんなで、はい、あの難しいとかあの自分たちに関係ないではなくて、うんうん、ぜひ守りたいって自然をね守ろうよっていう、うんうん、基地はいらないよっていうことで、はい、みんなが声を上げたらいいのになというふうに思います、ね、なんかねちょっと悲しいですね、そんな大切な土地、うん、土地が。そうですね、うん、はい、じゃあここで、はい、あのサンデレをはいやってちょっと歌も歌いましょうかね。はい、お願いします。じゃあ、はい、皆さん寒さ対策はちゃんとしてますか？ちょっと寒いですね沖縄最近、うん、11度まで下がったって。あ、本当ですか？昨日か一昨日。そっか、夜寒いから、うん、やっぱり。はい、じゃあ今日は何を、まずじゃあ私たちの大切な、はい、あの沖縄、うん、ふるさとを守りたいという気持ちでふるさとを歌いたいと思います。皆さん一緒に歌ってくださいね。まなちゃんなんかは習ってないのかもね。あー、でも習った？習いましたよ。あ、習った。ふるさとです。行った手で、うんうん、はい、行きましょう、ね、続けて、はい、続けます、はい、準備 OK だったら教えてください、はい、はい、OK、じゃあ行きます。はい、じゃあどうぞ。はい、では、今ふるさとを歌ったんですけど、今私あのパレスチナのガザの停戦を求めて、毎週火曜日那覇市の小諸町のメインプレスの前で夕方5時から7時、仲間と一緒に、このガザの停戦を止めたいって声を上げたら集まってきたんです。いろんな人が、もう20代の若者から、それからもう80上は80までですね、うん、そしてもういろんな方です。働いてる人、それから、
主婦の方もいるし、うん、それからあのなんかこのクリスチャンの方でやっぱり前にパレスチナというかイスラエルに行ってそれを見てきてもうすごく胸が痛かったっていうことで、はいはい、ずっとその支援を、うん、あのオリーブパレスチナで作ったオリーブオイル売ったりで訴えたりしてやってる方がいて、あのそういう人たちが集まってきて、うんうん、今あの、まあ、県民広場で立ったり国際通りでやったりもしたんですけど、はい、今やっぱりあのもうおもろ町の方でメインプレスの前で続けてやっています、はい、で皆さん誰でも気軽に参加していいですので、あの私はマイクを準備して、うん、あのマイクで喋ったりあのするんですけど、プラカードを持って立つだけでもいいし、うんうん、あとチラシも配ってあのパレスチナのことを知ってほしいということで、あのコツコツとやってます。そして募金を集めて、その募金をあのもう今一箇所はあのムスリミって言ってあの食料支援をしてるところに送りました。で もう一つはあの国境なき医師団でその怪我しているこの負傷している人たちを本当にあのもう危険な自分の命も危険なんですけど一生懸命治療している、うん、あの医師団にも送りました。そしてもう一つはあの北海道パレスチナ医療奉仕団といって毎年あの北海道の猫塚義雄先生を中心に看護師さん、はい、それから北海道大学の医学部生、そして体育の先生や音楽の先生美術の先生であのグループを作り毎年このパレスチナのガザ地区やそれからヨルダン川の西岸地区ですね、西岸地区あのエルサレムそういうところに行って負傷してる人 あのその治療を地元のお医者さんにあの助けて一緒にやったり、それからあのやっぱり家族を亡くしたり、うん、手足を失ってもう夢や希望を失ってこう打ちひしがれてる子どもたち大人若者がいるので、はい、その人たちを元気づけるためにあのスポーツや音楽、うんうん、あの絵を描くとかそういうことで応援する方たちも言っているそうです、うん、それで私はその猫塚先生が沖縄に来てあの東エルサレムのスワフト地区で難民キャンプの方でお医者さんをしているサリム先生が来た時に私は通訳の手伝いしたんですけど、私もこの時にもう本当にすごい状況であることを知って、うん、このお医者さんがクリニックが自分のクリニックがあってこのあるんですけど、そこのクリニックにもイスラエル兵が投げるっていうその、はい、爆弾みたいなものとか、そして日常的にこのパレスチナの人をなんていうのかな、もう本当に人間として扱ってなくて、うん、この電気とかも1日4時間とか制限され、ゴミもなかなかゴミとかも集めて捨てていかないと衛生も悪くなるでしょ。そうですよね。それもなかなかさせてもらえなかったり、うん、水もイスラエルが握ってるので、あのその浄化センター爆破されて、うん、もう汚染水とかしかなかったりとか、うん、そして学校の中にも授業、そのサリム先生の奥さんは先生だったんですけど、はい、授業してる時にイスラエル兵が入ってきて、男の子捕まえて、お前は昨日石投げただろうみたいな、この大きな大きな戦車が来たりするので、それに石を投げる人もイスラエル兵はテロリストっていうことで刑務所に入れちゃうので、だからちゃんとあの普通日本は民主的な国家、普通の国家は人を刑務所に入れたりするときに、うん、まあ、あの冤罪とか罪のない人もね、そういうことは起こってます、はい、ただ普通はしっかりとそのこういう罪状で、うんうんうん、あなたをここに拘留しますって罪状がありますよね、はいはいはい、罪状もなくて、で弁護士もつけなくて、うん、裁判もない中でもう何日間とか1ヶ月とか7年とか17年とか刑務所に置くんですよ、イスラエルっていう国は。だから今も8000人とか9000人とかっていう子供から若者、うん、大人まで刑務所に、イスラエルの刑務所に入れられています。でこの、あの
今ハマスが、ハマスはその人たちを解放したくて、はい、あのイスラエルの人質と交代しようということで今動いてるんですけど、うんうんうん、そのイスラエルの刑務所からあの解放された人たちによるとすごい拷問がすごくて、はい、本当にこんな子供たちとか若い子を、はい、独房って言って、はい、このちっちゃなところに一人ぼっちで入れて、うん、人間ってこの誰とも喋れない、うんうんうん、閉じ込められたら精神的におかしくなりますよね、うん、なるなるなる、そういう独房に閉じ込める、で食べ物もちゃんとしたものをあげない、うん、そしてあの寝かさない、明るくして寝かさなかったり、音楽を大きく鳴らして寝かさなかったりという、そういう睡眠を奪うとか食べ物をあげないとか何日も、はい、そういうあのことが起こっているということなんですね。だからそのそういうこの、 あのサリム先生がいろんなことを話してくれても全部驚いて、うん、だからもう私はこの遠く離れたところではあるけど、そこに毎年行ってる猫塚先生たち、北海道のパレスチナ療法士団を本当に、はい、あの尊敬していますし、応援していこうと思って、うん、あのパレスチナ療法士団にもあの自分自身も自分もあのお金を以前にも最近も、はい、あの送ったんですけど、この皆さんが集めた、皆さんが募金箱に入れてくれた、くださったお金を送ることができました、はい、そしてあのチラシを取ってくれない人も多いんですけど、はい、本当に悲しいですけど、チラシを取って読むだけでもしてくれたら嬉しいんですけど、うん、あ、いいですって、いいですも言わないでも避けて通る人もいるし、うんうん、でもその中でもあの頑張ってくださいねとか、はい、あの高校生なんかが、あの動画で見ました、もうかわいそうですよねとか、うん、こうやって話しかけてくれる人もいたり、はい、あと外国の人がよく反応してくださって、あの前はトルコの若者が2人来て、ありがとうって言って、 Thank you って言って、うん、沖縄でこんな風にパレスチナのことをやってる人がいると思わなかったよって言って、うん、あの僕の国モロ、トルコだったか モロッコだったか、うんうんうん、その自分の国でもやってるんだよって言って、もう停戦を求めて、うん、あのやってるよって、頑張ってねって声をかけて くださったり、それからまたあの背広をつけた方がいつも寄ってくれるんですけど、はいはいはい、この方は封筒にいつもお金を入れてきて、はい、募金箱に入れて通っていくんですよ。へえ、うん、だからもう本当にあのそういう人がいたり、この前はあのおばあちゃんが買い物の途中だったと思うけど、うん、私たちがこの運動してるのを知って、なんかあの、はい、このお金でね、これは募金というよりはみんながこのこっちに立ってて偉いからみんなで食べなさいね、なんか飲みなさいねってくれる人もいたりするんですよ、うん、差し入れをくださるんですか。そう、うん、そういうふうにして、そういう方もいて、だからあの、まあ、少しずつでも、うん、その分かってくれる人が増えたらいいなと思います。私あの今宜野湾の市議としてハワイであの大事あの噴火が起こったした時に、はい、たくさんの被害が起こった時にあの議会に提案してみんなで募金をしようということで、うんうん、あの動いたんですね。みんなももちろん賛同して、はい、みんなで募金をの宜野湾市議会から送ったんですけど、そして今あの能登の半島の地震にも、うんうんうん、あの送ることを計画しています、うん、だからそういうあのみんなが、うん、みんなであのやっぱり動くっていうことがどこで起こったとしても、うん、とても大切だと思ってて、うん、だけどこうパレスチナの問題ってみんな難しいのか、私はこの前の能登の半島の地震のあの応援に行ったんですけど、はい、県民広場の方での集めるの募金活動、はい、そしたらもうよく入れていくんですよ、みんなたくさんの人が。なるほど、うん、で能登半島の地震はそして私たちもやってたけど他の団体もいくつかやってて、はい、もう3つぐらいかな、うん、やってて、うん、だから能登半島とかやっぱり身近だからテレビでもやるから分かりやすいんだと思いますけど、パレスチナの方はあの
なんていうかな、無関心というかの人が多いんですね、うん、でも私はすごく身近に感じてて、なぜかっていうと母が元気な時に沖縄戦のことを話してて、自分が体験した、はい、母はその時女子学生だったんですけど、それで女子学徒として随戦隊っていう学徒隊に、うん、動員されたんですけど、その母がもう本当に自分たちがどんどん逃げて、最初は投げ選ぼうっていうところで、うん、はい、投げ選ぼうで負傷した、うん、たくさんの目をやられたとか手をやられた、うん、いろんな人がもう運ばれてくるところにいたんですけど、そこからまた南にこう逃げていくときに、うん、もうたくさんの死体がもう道にいたんだよって言って、でお母さんだけ死んで赤ちゃんだけいたりとか、はい、もうすごかったよって、自分もいつかもう教師が明日死ぬかもしれないと思ってたって話をしてたんですけど、だから母が話してたのが、今ガザの様子を見た時に、あ、こんなことだったんだっていう、うん、本当に沖縄の人、うちの父も母もだし、おじいちゃんおばあちゃんたちはこういうことを経験してきたんだなって、だからもう絶対戦争は嫌だっていうことを言ってるんだなっていうふうに思いました。だからパレスチナは本当に人ごとではなく、はい、家族のような感じがしてて、でパレスチナの人たちがまた歌とか踊りが大好きなので、こんな苦しい時の歌ったり踊ったりしてて、だから本当にパレスチナの人たちがもう早く停戦になり、そして自由になって、この笑顔で本当に家族で過ごせて、はい、愛する家族と過ごせたり、その自分の好きな夢を実現していける、そういう社会になることをとても願います、はい、でそのパレスチナの人たちは1900年代初頭までは、初めまでは本当に平和に暮らしてて、キリスト教の人もユダヤ教の人もイスラム教の人もみんな仲良く暮らしてたんですけど、このシオニズムっていう考え方があって、自分たちは選ばれた民族民だから、他の人たちは殺してもいいんだっていう、すごい過激な考え方があって、ヒトラーのこのアーリア人は優れてて、ユダヤ人は劣っている、だから虐殺していいっていうホロコーストが起きた、それととても似てるんですけど、だからイスラエルの人みんなが悪いわけではなくて、イスラエルの人たちも反対して声を上げて、また刑務所に入れられたりとか、そういう苦しんでる人たちもいるんですけど、だからイスラエルの中の今のネタニヤフ首相とか防衛大臣とかはもうシオニストなので、だからアラブの人は人間の顔をした動物なんだ、だから全滅させていいんだっていう考え方の、本当に恐ろしい考え方です。だからその1948年にイスラエルの国がパレスチナの人たちが住んでたのに、そこに入り込んで、最初は仲良く暮らしてたのに、このシオニストの人たちが自分たちの権利だけを主張して国を作った1948年に、たくさんのパレスチナ人をふるさとから追い出して虐殺したり、そして家を焼き払ったり、オリーブの木ってとっても大切なんですけど、オリーブの木をなぎ倒したり、そうしてこの故郷を追い出された人が難民になって、今も世界中に500万人ほどのパレスチナの難民がいると言われてますが、今だからこのパレスチナの中には、自分の故郷を追われて難民となった人がもう100万人以上、たくさんの人たちがいます。とてもふるさとに帰りたくて、自分の家の鍵をまだ握りしめてる人たちがいるそうです。だから一刻も早くこの自分のふるさとに帰ってほしいなと思います。じゃあまたここで歌にしましょうか。はい、はい、じゃあ次は
あのティンサルの花を歌いたいと思います。皆さんもあの今サンレレを弾きますので、皆さんも一緒に歌ってくださいね。ティンサルの花、あの本当に私この曲は素晴らしいメッセージで素晴らしい歌詞で、宝の歌だと思っています。ではティンサルの花。ティンサルの花でした、ではこれからあと、まあ、10分ほどですが、岡真理さん、京都大学の教授で、ガザパレスチナのことにも訪れ、そしてその中近東の、文学や歴史に詳しい岡真理先生がガザに地下鉄が走る日という本を出されています。ガザに地下鉄が走る日です。岡真理教授です。これはみすず書房から出ていて、完全封鎖から10年以上経つガザ地区は現代の強制収容所と言われる。生きながらの死を強いる占領という暴力と、そこでなお人間的に生きる人々との出会いを伝えるということで、ナクバから、ナクバっていうのは1948年にイスラエルが国として建国した時に、たくさんの結局パレスチナの人たちを追い出していくわけですから、その難民になって、でたくさんの虐殺が起こり、それを第三次ナクバって向こうの言葉で、アラブの言葉でナクバと呼んでいるんですが、そのナクバから70年ガザで生きることという内容のものになっています。とってもまだ全部読破できてないんですけど、またこれで詳しいことが本当に分かっていきます。だからナクバっていうのは1948年に起きた大虐殺なんですけど、イスラエルがパレスチナの人たちをたくさん殺したんですけど、まさかっていうの大虐殺ですね。まさか。それで
75万人以上のパレスチナの人が自分の家を追われ難民となった1948年この時ですね。その時のあの村があったんですね。それは1948年の4月このエルサレムの近郊のにあるパレスチナ人の村で、あのデイル・ヤシンという村なんですけど、そこに本当にあの、まあ、平和にあの幸せに暮らしていたんですね。それをあの民族浄化とも呼ばれるんですけど、あのこのデイル・ヤシンの人たちをあの集団虐殺したんですね。このあの本当に悲しい出来事があったんですけど、これは1948年4月9日デイル・ヤシン村はユダヤ軍に占領され、93名の村人が惨殺された。遺体は損傷し、女性たちは強姦された後レイプされた後ですね、殺された。死者のうち30名は赤ん坊だった。ということです。でそれだけではなくて、あの1948年5月22日にはあのユダヤ人兵士がタントゥーラ村で110名から230名の男たちを射殺しました。女や子どもたちを一箇所に集め、そしてあの亡くなったこの男を一斉に殺すんですけど、男たちをそこにこの家族を連れてきて、この恐怖に陥れたということがありました。あと1948年10月28日はダワーイメ村で145名の子ども、女性、男性が殺され、450名以上が行方不明、170名は女性と子どもだった。で10月29日ユダヤ人とドゥルーズ教徒の兵士がサフサーフ村を攻撃、70名の男性が射殺された。この暴虐事件というものがもうあちこちで起こっていくわけですね。そしてこのデイル・ヤシンが最初に始まったんですけど、今言ったようにダワイメ村やタントゥーラのあの村、そういう村々、このデイル・ヤシンがまず有名なんですけど、他の村でもたくさん起こったということです。その、 あの今無差別に虐殺が起こってますよね、マナちゃんね。うん、もうかなりのですね、うん、もう2万人以上の方が殺され、そして行方不明もどのぐらいか分かりますか。行方不明者も6万人以上、はい、6万人だから瓦礫の下で埋まってるかもしれないし、あ、もう生きてるかも分からない。そういう中で、もうだって沖縄本島の365平方キロメートルなので、はい、あのガザがあの沖縄は1200平方キロメートルぐらい、はい、本島なので3分の1ぐらいのところに230万人が押し込められてる、はい、沖縄はこの1200平方キロメートルの、 あの平方キロメートルの中に140万くらいでしょ、はい、だからいかに人口密度がすごいかっていう、うん、3分の1ぐらいのところに230万が押し込められて、それも8メートルの高いコンクリートの壁に囲まれ、うん、でチェックポイント出入り口あるけど、はい、あのイスラエル兵が立ってて、うん、この機関銃を持って立って、うん、出さない。そこで救急車とか、はい、急いでても何時間も待たされる、うん、でその野菜を積んでたりそれを運んでいきたいと思ってるのに、もう1日2日待たされる中で腐ってしまうとか、もう本当にそういうふうに自由に動けない、うん、でもう出るのを拒否される人もいるので、うん、この小さいところに沖縄の3分の1ぐらいのところに、はい、一生そこで暮らす人も、へ、だから例えばマナちゃんもいっぱい夢があるでしょ、はい、若者って特にね、うん、だから
今日高校で卒業したからこれから大学で勉強するっていう夢を持った子 もう今回の虐殺殺されたりしてるし、だから外に出るっていうことが、でそれだけじゃなくてね、海もね、漁業してる人がいるでしょ、ガザ海の面してるから、海もこの沖あの砂浜から何メートルそのこっちの沖合から出たら射殺、あの撃たれる、イスラエル兵に、だから海も自由がない、本当にだから私たちの想像をはるかに超えた恐ろしい状況があるっていう、歴史の中でも怖いことが今起こってますね。だからその10月7日っていうんだけど、その1948年からそのイスラエルが建国した時から何が起こったのかっていうのを見ないと見えてこないと思います。だからずっとこういうふうにして虐殺、普段の生活の中でもあの子供たちが、あの最近 NHK であの日本のショーがあって素晴らしい、あの番組を作ったところに賞が与えられてて、そのジャパンプライズっていう賞なんですけど、それがあのイスラエルの監督とパレスチナの監督2人で作ったものが取ったんですけど、そのタイトルはあの Two Kids A Day っていう題で、Two Kids、2人の子供が1日、1日2人の子があのイスラエル兵によってパレスチナの子供たちが捕まってると、で刑務所に入れられてる、そういうことをあのタイトルにしたものだそうです。だからあの皆さんぜひ Two Kids A Day っていうタイトルで、作られていますので、見てほしいなと思います。そろそろお時間が、あっという間に来てしまいましたが、皆さんじゃあまた、あのいい2月、2月の日々短いですからね、2月29日までですよね、そうですね、ウルード氏なので、今年は長いかな、ちょっと28度はないですけど、短いので頑張ってください、楽しくてください。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。お疲れ様です、ありがとうございます。